通産省四人組事件とは、通商産業省の人事をめぐる構想である。通産省内部の派閥構想にとどまらず、自由民主党と新政党の代理戦争の性格もあったとされる。構想内市事件の中心に4人の官僚がいたとされ、その名がついた。1993年7月に行われた第40回衆議院議員総選挙の結果、 自由民主党は野党に転落し、同年8月に発足した、細川森弘率いる連立政権、細川内閣では、新政党所属で小沢一郎に近い熊谷博士が通産省に就任した。通産省では、1993年6月に、棚橋雄二事務次官が退任した後、棚橋を批判する会文書が、関係者にばらまかれていた。 1993年12月、熊谷博士通産省が、棚橋有事前次官に近いとされ、事務次官への昇格を目前にしていた、内藤正久産業政策局長に辞職を求めた。辞職要求の理由の一つとして、同年1月に、通産省職員の棚橋康文が第40回衆議院議員総選挙に、出馬するため退官する直前に、 大臣官房総務課企画官に就いた、白付人事に関する、当時官房長であった内藤の責任が挙げられていた。この異例の人事をめぐって、騒動に発展する中、内藤は、同年12月21日に、熊野秀明事務次官に辞表を提出し、同月24日付で退官した。この人事は、アンチ棚橋派であった4人の官僚が仕掛け、 暴略に関わったとされた。その後、1994年6月に、自社さ連立政権が発足して、自民党が政権に返り咲くと、4人組は次々と通算賞を、去り、伊佐山が1999年に退官して、やっと構想に、ピリオドが打たれた。本事件を題材にした、小説作品として、高杉良、列風小説通産省。 高杉良、局長秘免、小説通算章、佐賀野源、通産官僚の安党がある。ありがとうございます。